おはようございます。ちょっと寝癖を寝癖がすごいですね今日も。今日寝起きからはちょっと時間が経ってますね。これはちゃんと寝癖もカープ打線爆発。腰が痛い、腰が痛いです。おはようございます。なんかちょっと暗い、明るくします。低く、腰が痛い。年だね。年ですか。腰が痛い、年のせい。髪の毛、ヘアセットをしていきたいと思います。いや、今日はメガネをかけるんですよっていう約束なんですよね、皆さん。今日はメガネデーですから、メガネデー。前髪伸びたし、髪も伸びました。伸びま伸びま。私が髪の毛を切ったのは小学校4年生くらいの時なんですよ。バッサリ。なんかずっと長かったんですけど、こっちの方が自分らしいらしいです。ロングっていうロングじゃなかったけど、超ロングじゃなかったけど、まあ普通に長い人だなって感じ。なんて言ったってドライヤーの時間が短いんですよね。なんか髪の毛伸ばすのってめっちゃ時間かかるじゃないですか。我慢でき、短い方が楽。あ、シャンプーとリンスの消費もね、遅いですよ。そこはあんまり考えてないんだけど。
短い方が好きですか？このくらいの髪の長さだったら、おめかし中です。昨日おきちゃんと、私なんかベーグル屋さんに行きたくて、ベーグル。おきちゃんにベーグル屋さん行こうと思って行こうやみたいな感じで。そったら集合時間的に行けないらしいですっていうオチでした。あ、もう全然行けんかった。犬の、いや犬のじゃなくてベーグル、ベーグルって言うよね、パンの種類。昨日はココアさんと話できてよかった。よかった。遅刻していくしか。いえいえ、集合時間に遅刻して。あの、誰にも言えないやつですね。ベーグル屋さんに行ってきました、二人で。いや、犬は、あ、犬はビーグルな。え、昨日より可愛くなってますか？そんな、バナナ。遅刻したことない。いや、遅刻したことはありますよ、経験は。でもベーグル買って遅刻することはないです。ちょっと前が難しい。こういう時は一旦置いとく。遅刻したら何の言い訳しようか。暗いじゃん。今日はこんな髪型で。私がずっとやっとハマっとったこの髪型しようかな。時計が壊れて、なんて言い訳しようかな、ね、と髪型、 UFO にさらわれて遅刻しました。やばい、春眠暁を覚えずで。今日もよろしくお願いします。口の色がない、お化けみたいになってる。あ、画面を見ている時間は先週から 40% 減りました。すく、え、え、え、待って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 、すごくないですか？今なんかあの最近の携帯って通知が来るじゃないですか。先週から 40% ってやばくないですか？
40% ってほぼ半分ぐらい減ってるってことですよね。今週何があったん？私、あ、通信制限、確かに通信制限だった。確かに YouTube とか見なくなった。先週何を、先週全然見てましたか？見てなかったと思うんですけど、多いですね。ピンポン鳴りました。今日も準備 OK です。今日も園児ない、いや今日は園児じゃないですよ。毎日園児しとる人みたいにやめてください。でもゴールデンウィークはなんか増えそうじゃないですか、なんか携帯見る人が普通に。目の輝きが大人びてる。エブリデイエンジ、いやちょっと待って、やめてください。声は時々クレヨンしんちゃん似とるって言われるけどね、けどね。幼稚園は休みですか？いやよ、もう高校生だわ。モバイルバッテリー持ちながら公園に行く予定。いいです。でも散歩したいな、なんか散歩。おきちゃんが迎えに来て、いや見て、おきちゃんが迎えに来てないけど、したい。なんか散歩って良くないですか？なんか散歩してる自分がなんか好きなんですよ。あー散歩してるなーっていう感じで、そういう気分がになれる。あー今散歩してるなーって。犬の散歩？そう、犬の散歩とかもいいですよね。なんか春とか秋はいいですよね。こう夏に、まあ、ちょっと夏とか冬は寒かったり暑かったりちょっとしんどいかも、まあ、冬はまあねいいけど。あこしばしばしばい、髪の毛アレンジしようと思ったけど、カイさんと散歩、カイ散歩。ねちょっと夏はちょっと夏に散歩はちょっと汗だくですよねきっと。肝試しとかしたことなくて。肝試しはお化け屋敷じゃないですよね。
お化け屋敷じゃない、ただの暗い夜道を歩くみたいな感じ。キャンプとかの時に。散歩コースは全然決めてないし。したことありますか、肝試し。夜の墓地に行くん。それはちょっと怖いな。肝試し嫌だね。ふっとした瞬間に髪伸びた。お化け屋敷やだ。なんかお化け屋敷めっちゃ得意な人って何なんですかね。なんかこう、もうあの体勢ができてるってことは、なんかもうお化けは大丈夫みたいなってことですよね。お化け屋敷だって同じ人間だから、反射的にびっくりしたりするわけじゃないですか。度胸があるかってこと。確かに体勢ができたら楽しみか。岩田ひな様に聞いてみて。え、ひなちゃんお化け屋敷行ける人なの？嘘でしょ。え、そうなん？作り物と思って、え、肝試しじゃないわ。お化け屋敷怖くないん？ひなちゃん笑うん？嘘でしょ？え？そうなん？え？信じられん。ひなちゃんこそ怖がってそんなに。え、待って。え、それはそれで怖い、確かに。それが、その事実が怖い。しばしばしば。え？ひなちゃん怖がるでしょ。向こうは客に触れてはいけないって教えられるんよ。え、いや、そうじゃけど、それはそうでしょ。それはそうとはいえ、それはそうとはいえ。え、私怖いですよ、普通に。お化け屋敷って怖いもんじゃないですか。でも行ったことないな、あんまり。なんかもう、あの、結構高いじゃないですか、お化け屋敷って。高いお金を払って、なんか怖い、怖いことするのがなんかちょっと、なんかちょっともういいなってなった。角、ちょっと怖いのはね、ちょっと。なんでひなちゃんいけるんじゃろ。すごすぎる。
ちょっとお化け屋敷を想像しました。確かあんまり嫌だ嫌だって言っとったらね、その番組用意されたらちょっと終わりじゃき。今日はお話し会ですから、皆さんよろしくお願いします。今日の件はないんですか？お話し会参加してくれる方、パヤパヤじゃん。あ、再販申し込んでくれた方いるんですか？いる、嬉しいですね。幸せ、嬉しい、ありがとう、嬉しい、楽しみ、たくさん再販しますけど。でもなんか再販次があると思って過ごしとったらなんかなくなりそう。ん？なんか次があるあるって思いながらすぐすりもうこれが最後の再販だと思いながら過ごしてる。お話し会参加したことない方はぜひ、参加してるけど多分もっと話したいって思わせてしまう系ね。分からんけど、あのはい、調子乗ってすいませんって感じだけど、本当にいつも楽しませてもらってます。今日山口は雨だよ。明日広島雨かな。え、今日の午後ぐらい雨かな。え、待って、今何時ですか？40分に終わります。うーん、ちょうど良きな時間ですね。めっちゃちょうどいい時間に気づいた。はい、ではランキングを
読ませていただきたいと思います。ちょっと見えない。13位高梨智之さん、12位黒光きなこさん、11位陽さん、10位 OKP さん、9位フジヤンさん、8位ネコクワさん、7位マヤトロウさん、6位ヒサさん、5位タケちゃんさん、4位癒し系さん、3位チャーミーさん、2位ノッシーさん、1位はスエさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、朝から配信を見ていただき本当に本当にありがとうございます。今日はどんな一日にしていきましょうか。今日はね、ゴールデンウィーク2日目ということで、え、2日目ですよね。え、3日目、4日目な、昨日からゴールデンウィーク。うん、まあ数え方が分からんけど、まあ人それぞれか、あのですけれども、はい、今日はなんかどんな一日しましょうかね。今日はどんな一日にするかっていうのを、答えを見つけ出す一日にします。どういうこと。はい、ではね、今日はここら辺で配信を終了したいと思います。楽しんでいきます。放送終了まで3、2、1、バイバーイ。ありがとうございました。